おや？こんなところで人と出会うなんて珍しい。あ、びっくりした。こんにちは。あなたが門番の人？あれ？でも門はもっと向こうだよね。油断するなよ、紬。喋る知性があるとは珍しい亡者だな。もしかして魂を失っていないのか？ああ、私は門番ではありません。あの骸骨に何か用事があったのですか？それは申し訳ないことをしてしまいました。え？申し訳ないこと？どうあっても道を譲ってくれないので思わず返り討ちにしてしまいました。向こうで粉々になっていますが、用事がこなせるものでしょうか？あ、やっつけちゃったんですか。それならそれで私たちは全然構わないっていうか、むしろ好都合っていうか。そうですか、ならよかった。しかしあなたも付き合う相手は考えた方がいいですよ。私だったからよかったものの、他の人だったら怪我をさせていたところです。あ、はい、ごめんなさい。ってなんで私が謝らなくちゃならないわけ？あのね、私たちは。ところでおよそ冥界にはふさわしくない顔ぶれのようですが、お嬢さん方、道に迷ったのですか？そういうわけじゃないの。私たちこの先にある魔王の祭壇ってところを目指してて。魔王の祭壇？今魔王と言いましたか？そうです。もし近道とか知ってたら教えてもらえると。ああ、なんと嘆かわしいことでしょう。このような年葉もいかない子供が魔王の力を欲するとは。はい？いや、そうじゃなくって、私たちは魔王を倒しに。この戦乱の世、生きるのが辛いのはわかります。よほど辛い目にあったのでしょうね。しかし人の道を踏み外していい理由にはなりません。ましてや魔王の力を手に入れ世にあだなそうとは言語道断。仏様が泣いておられます。だからそうじゃないってば。なればこの先には踏み込まぬことです。魔王に用はないのでしょう？用はあるんだけど。悪いことは言いません。そのまま来た道を戻ってお家へ帰りなさい。いいですね。もし魔王に近づこうとしているのなら、御仏の名においてあなた方を滅さねばなりません。話を聞いて、私たちは魔王を倒しに行く途中なんだってば。警告はしましたよ。子供は家に帰って水飴でも舐めていなさい。それでは。何よあの人、こっちの話を全然聞かずに家に帰りなさいだって。悪い人ではなかったみたいですけど。帰れと言われて帰るわけにもいかん。今しがたあったあれのことは忘れろ。そうだね、とりあえず先へ進もっか。あれだけ警告したのにもかかわらず来てしまったのですね。はあ、人の欲とはこうも醜く果てのないものなのか。あ、さっきの話を聞かない人、あなたも魔王の祭壇を目指してるの？今あなたもと言いましたね。語るに落ちるとはまさにこのこと。私今何か言った？まだしらばっくれるのですか。あなたは今
自ら魔王の力を手に入れようとしていると白状したのです。そんなこと言ってないでしょ。お願いだから話を聞いてってば。相手をするなと言っただろう。カカシに話しかけるようなものだ。でも紬ちゃんの気持ちもわかるわ。魔王を倒そうと頑張ってるのに逆に悪者扱いされたんじゃやる気も失せるでしょうに。事情を知らないよそ者が何を言おうとわらわは少しも気にならぬがな。言わせておけばよいのだ。できるなら分かってほしいじゃない。時間の無駄だと言っておるのだ。鋼さんも小耳さんも落ち着いてください。そうですよ、喧嘩はいけません。争い合う人の顔のなんと醜いことか。ちょ、あなたね、何が原因で仲間割れなど起こしたのですか。おまんじゅうの取り合いですか。それとも川屋の順番争いでしょうか。さあ、私に話してごらんなさい。誰のせいでしなくてもいい喧嘩をしてると思ってるわけ。わらわもさすがにイラついてきたな。ふんふん、ふむふむ、なるほどなるほど。つまり私の美しさに嫉妬していると、そうおっしゃるのですね。言っておらぬ。あれ、私なんで怒ってたんだっけ。どうでもよくなってきちゃったですが、あなた方はとても幸運です。この地獄の片隅で出会ったのも何かの縁。この不思議庵剣心が正しい道へと導いて差し上げます。正しい道へ導く、どうやって。一度地獄へ落ちて魂を浄化するのです。その道案内をしてあげましょう。要するに私たちを殺すって言ってるのよ。それは困るんだけど、どうしてそうなっちゃうわけ。では浄土へと送って差し上げましょう。では浄土へと送って差し上げましょう。お願いだから話を聞いてってば。相手をするなと言っただろう。昔に話しかけるように。人の欲とはこうも醜く果てもないものなのか。ですが、あなた方はとても幸運です。この地獄の片隅で出会ったのも何かの縁。この不思議庵剣心を正しい道へと導いて差し上げます。槍の攻撃をうまくさばくの。一度地獄へ落ちて魂を浄化するのです。その道案内をしてあげましょう。お願いだから話を聞いてってば。あいつの動きをよく見て。鋼さん、雷起動やっ。ここに来てもう少しで倒せそうなのだ。イオちゃん、いて、しまった。わかりましたね。いや、この身が尽きるには早すぎます。これが神獣たる賜物前の末裔、大陰陽師の力だ。負けそうになったら逃げ出すなんて卑怯でしょ。こら、出てこい。
仏の御使いに向かって卑怯者だなんてとんでもないことを言いますね。罰が当たりますよ。あ、見つけた。できるもんならやってみろってのよ。あの、紬お姉様、あんまり怒らせない方が。ますます話がややこしくなってしまいます。しかし本調子ではないにしろ、我が力を受けて倒れないとは驚きです。遊びや興味本位で魔王の力を手にしようとしているわけではなさそうですね。重ねて言いますが、私が本調子ではなかったせいだとは思いますが。本当かしら。調子が悪いにしてはよく喋るわね。それはほら、無理をしているのです。胸が苦しい。持病の尺が。いちいちわざとらしいのよね。仏様の見つかりとか毘沙門天の化身とか言ってたけど、そういうのって許されるわけ？仕方がないでしょう。私は血圧が低いんです。特に寝起きはとても辛い。あ、それはわかるかも。私も朝ダメなのよね。理解してくださってありがとうございます。辛いですよね、朝。ですが、それはそれ、これはこれ、欲望に負け人の道を踏み外そうとしていることは許せません。特にあなた、朝起きるのが辛いという理由で魔王をよみがえらせようなんて、不届きにも程があります。反省なさい。あなた、さてはバカね。そんな理由で魔王をよみがえらせる人なんているわけないでしょ。魔王に起こしてもらうの？私はバカではありません。そしてあなたはいかにもそういう顔をしているじゃないですか。あ、カチンときた。そういう顔ってどういう顔なのよ。魔王に起こしてもらいたいなという顔です。そんな顔はしてません。まあまあ鋼さん、落ち着いて。何の話だか分かんなくなってきちゃったよ。だって紬ちゃん、あの人が剣心さんって言ったっけ。あなたも落ち着いてよ。私たちは魔王を倒しに行くんだから。ずーん、悪者の言葉に霞耳は持っていません。どうせ嘘か苦し紛れの言い訳に決まっています。もう放っておけ。何を言っても聞き入れんだろう。あ、自らの愚行を反省して切腹するなら今のうちですよ。するわけないでしょ。これ以上話してもイライラするだけだわ。それには同意します。ではまた。今回はこれにて失礼します。なんだったのあの人。言いたいことを言うだけ言って。とりあえず怪我の治療をしましょう。鋼さんも傷を負ってます。今は興奮しているから痛みを感じないんです。早く治療しなくちゃ。ありがとう、ゆうちゃん。再び会うことがあっても相手にしないことだ。それに亡者の分際で仏の技を使うのも妙だった。しかもバカと来たわ。あんなに人の話を聞かない人っている？問題はそこだ。あやつも亡者なのに魂を失っていなかった。よほど強い妄執を抱え込んだまま死んだと見える。亡者？義骸とは違うの？そんな基本的なことも知らんのか。説明してやるからよく聞け。人は死ぬと亡者となる。亡者は弔われ、魂は天へと帰る。残されたのがムクロだ。だが稀に強い欲望を持ち続け、魂を手放さずに亡者であり続ける者がいる。執念というやつだな。
あの人がその魂を手放さない亡者なの？そうだ。強い魂を持つ亡者は単純に強い。そしてその妄執の強さゆえに人の話を聞かぬ。普通に払うのも厄介だぞ、あれは。そういうものなんですか。確かにとても強かったですもんね。ちなみに魂を失ったムクロが冥界の風にさらされて動いているのが義骸だ。ここは寺の地下だしな。義骸の材料には事欠かんだろう。もしかしたら負けてたかもしれない。ああ、手っ取り早く強くなる方法ってないのかな。何か言ったか？ううん、何も言ってないよ。楽して強くなりたいなんてそんなこと言うわけないじゃない。ふむ。現実問題としてあの人に目をつけられたってことは越えなきゃならない壁が一つ増えたってことよね。あの様子じゃきっと見逃してなんてくれないだろうし。できれば二度と会いたくないわ。いつもは冷静な鋼さんがそこまで言うなんて珍しいですね。性格が合わないのよ、根本的に。ちゃんと話せば分かってくれそうだけどな。無理無理、絶対に無理よ。さあ、あの人の姿が見えないうちに少しでも進みましょう。